ヨッパと、ダンボーダンボーは、東清彦の漫画作品、ヨッパと、シリーズに登場する架空のロボットの名称。実際には中に人間が入る、ダンボール製の着ぐるみである。第28話、ダンボー第28話、四つ葉とダンボーにて、ダンボーは初登場した。作品中に登場する、小学生、綾瀬せ那と友人の早坂三浦が、 夏休みの自由課題として制作。人が入って動かせるようになっていたが、たまたま三浦が中に入っているとき、作品の主人公で幼児の小祝いよ。つばが臨家である綾瀬家に上がり込みこれを発見。四つばは本物のロボットだと思い込み、小学生二人も四つばの夢を壊さないよう話を即興で合わせたために、チ騒動が起きる。 四つ葉を信じ込ませたまま家に帰ると言って暖房は三浦の入った状態で綾瀬家を出て行った。二学期になり夏休みの自由課題として学校に提出した暖房は先生から大変よくできましたと頭の後ろ側にスタンプが押された。その後暖房の着ぐるみは分解して三浦の部屋に保管された。第十九話再開後の第十九話では 四つ葉とエナが、三浦宅を訪問した時に、四つ葉が人の入っていない状態の暖房を発見。動かないという四つ葉への言い訳で、三浦が、暖房は死んだと発言するも、四つ葉を悲しませないために、エナが、生きてるぴょん、よみがえりの儀式をしますとつなげ、再度三浦が中に入って四つ葉を安心させる一幕も、あった。常日の通り制作者の二人が、 本物のロボットだと思い込んだよ。つばに話を合わせていったため、いろいろな設定が付け加わった。ダンボーという名前も、中に入った、三浦の即興の命名である。2021年2月、原作漫画の15巻発売記念と名打ち、YouTube で、ヨッパと、PV 第28話、ヨツバとダンボーが期間を限定し公開された。作品を1コマずン、ニャンボ のタイトルで2016年9月27日から2017年3月28日まで NHKE テレのミニアニメコーナー枠で毎週火曜日に放送された実写合成 CG アニメ。ナレーションは三島慎之介。ED 映像にはヨッパとの主人公の小祝いよ、妻が登場している。登場キャラクター、編集主要にゃ、うぼう。 編集虎越え僕ロビ本作の主人公。虎島猫風のニャンボウ。自分たちの星に戻るため UFO のかけらを集め修理している。普段からゴーグルを身につけている。小虎越え、くぎみやりえ無邪気な虎の妹。他のニャンボに比べて小さい。白越え、堀江由い白猫風のニャンボおしゃれな女の子で虎のことが大好きで公言もしているが相手にして。 もらえていない。黒声、三部優子黒猫風のにゃんぼう。口数が少ないが頼りになる。猫を手名付ける特技を持つ。枯れた花を再生させたり、さらにもう一人の黒が忠告する、シーンなどがあるが、その詳細は不明。不思議な力で小虎や仲間のピンチを救うこともある。三毛生竹内純子三毛猫島風のにゃんぼう。 ちょっとつもを信で、考える前に行動してよくドジを踏む。その他の、にゃん、ぼーたち、編集サバトラ声、すわヤカアイドルを夢見る自称にゃ、ウボーエンジェルズの一人。ギターを修理してもらった際にかけられた言葉からトラに、好意を抱いており、よくトラにアプローチをしている。白にとっては、恋のライバルであるため、白とはあまり仲が良くない。キジトラ ウボーエンジェルズの一人。メガネが外れると恥ずかしくなってまりながら暴れる。八割越、え、旗の数ズシワイルドブラックを名乗るグループのリーダー。黒に惚れており、ことあるごとにアタックしている。白黒星、山口清宏ワイルドブラックのメンバー。牛のような模様。靴下越、え、亀山武史ジワイルドブラックのメンバー。手足が靴下のような模様。アルファ星。 松田健一郎シルバーメタリックなボディのメカニャンボー。腕がシャベル状のシルバーアームに変形し、フル武装のハイパーモード、メカニャンボーグレートアルファへ変形も可能。巨大 UFO ビッグオメガを建造中だが猫に邪魔されている。イプシロン、ゼータ、イータ、シータ星、畑野和俊、山口清弘亀山武史、松田健一郎アルファの子分のメカニャンボーたち。 戦車に変形が可能。それぞれ、イプシロン、ゼータ、イータ、シータのマークが付けられている。アルファには忠実だが5時になると、仕事中でも帰ってしまう。アルファからは個別名で呼ばれず、劣悪な労働環境と給与体系には、不満を持っている。パワードニャンボーイプシロンたち以外にも二十数体のメカニャンボーがおり、全員が合体することで、パワードニャンボーとなる。 さらにアルファがコントロールモードに変形して頭部に合体する予定だったが、コトラに邪魔されて合体できなかった。ビッグオメガアルファが UFO のかけらを集め完成させた猫箱型宇宙船モードをはじめ工日の様々なモードを持った変形能力を持つ巨大メカニャンボウ。フルバーストモードに変形することで高速飛行が可能。さらにバトルモードに変形することで 攻撃形態となる。しかし、アルファの古文に招き入れられた、ことらが図らずも自爆スイッチを押してしまったことによって、組み込まれた虎の UFO もろとも爆散してしまった。スタッフ、編集主題歌、編集オープニングテーマ、宇宙からやってきたニャンボー作詞妹か作曲、歌から、大橋鳥岡くアリスト、編集2017年4月7日第1話より、再放送。 暖房フィギュアはスナップ風景写真との相性が優れており、インターネット上では暖房写真が人気を集めている。ゆえに暖房写真展のイベントが開催されるほどである。写真家、アリエルネーデルの暖房の365日が特に有名である。にゃんぼうに関するカテゴリー。ありがとうございます。